出したいんですよ。で今お金いくら見て数万だと思います。ほら、うん、将棋ほんまに食っちゃったって感じだね、はい、うん、もうすぐ倒産するわけだ。そうですね、ねえ、間違いなくね、はいはい、無職、無職と一緒ですよ。じゃ今どうやって生活してらっしゃるんですか。2000です。それでは次の新聞紙を読んでみたいと思います。どうぞ、よろしくお願いします。どうぞ、はい、よろしくお願いします。いくらを希望しますか。800万円です。800万円、はい。そのお金の使い道は、はい、湘南でトレーラーハウスを使ったタコライスの店の、開店資金です。タコライスショップ、はい、どんな携帯でやられるんですか。携帯はですね、トレーラーハウスを使ってですね行うんですが、トレーラーハウスが実際に、アメリカから持ってくるトレーラーハウスではなくて、国内の方で加工したトレーラーハウスがありましてですね、具体的にこちらの方に持ってきてるんですが、こういう形で運ぶトレーラーハウスになります。で実際に運んでいる最中はですね、こういう1階建てのものなんですが、実際にこれを置いた段階においてはこういう2階建ての、ほう、あ、2階建てになるんだ、ええ、中に階段がありましてですね、でそれで2階の部分に関しては要は運動会でやるようなテントのような形のものでして、はいはいはい、それを真ん中からですね機械を使って上げていくというような形になります。僕はタコライスはね、聞いたことあるんですけども、はい、具体的にどういったものなんですか。タコライス、タコスはご存知だと思うんですが、タコスの皮の部分がですねお米になっていると思っていただければいいと思うんです。ですから一番最初に白いご飯がありまして、その上にタコミートがありまして、その上にレタスと刻んだレタスがありまして、丼物なの。丼っていうかいわゆるカレーライスのような、あ、カレーライス、ね、薄皿の形のものですね。でこういうのが出てるわけだ、はい、失礼します。はい、これは実際に沖縄の方でですねもう一般的にですねかなり食べられているものでして、これ自体が沖縄 のレトルト商品で、沖縄ではもう普通のコンビニエンスストアだったですね、そういったところには置いてあるものです。タコライス一般勝負で、これ要するに単なる1メニューですよね。で勝負できるのかなっていうのがね、疑問としては残ってます。はい、やはりいろんな商材を使ってですね、例えばイカスミを使ったりだとかですね、バージョンがいろいろ変えられると思うんです。そういう意味ではハンバーガーを照り焼きバーガーが変えたみたいに、そういったことはできるんじゃないかなとは思ってます。そのタコライスというのはあなたが作られるんですか。タコライス自身に関しては私 知り合いのですね沖縄料理の店の調理人がですね全てレシピを作ってもらってという形になると思います。トレーラーハウスをね、もともと日本に持ってきたのは僕なんですよ、はい、僕は15年前に230台ぐらい、はい、約10億円も15年前から売ってるんです、はい、トレーラーハウスだったらタイヤがついてるんですね、うん、だから建築確認申請がいらない建物じゃないんですよ。で割と動くことが楽だということなので、僕はこれすごくいいアイデアだなという、これを店舗にするという意味では。ただ問題はあなたが言ってることで一つ腑に落ちないのが、これおそらくデモで、はい、自分がオープンさせて流行らせてこれを売りたいということなのかなと思うんですよ。その辺のところでね、800万で出してとりあえずお店をしたいんだったら、僕としてはあまり面白くないんですね。そんな大きなビジネスにならない。なんかこの800万でお店を指すんだけど、トレーラーハウスの販売とそれからフランチャイズという美味しいところは隠してるような気がするんですけど、どうなんですか。湘南に出してですね、そこでおしまいにするつもりはありませんで、タコライスっていういい商材を手に入れて、しかもトレーラーハウスというものを使ってですね、フランチャイズをやりたいということはあります。
あのね、なんか知らんけどね、こう釈然としないんですよ、はい、私は。それはそのタコライスを売りたいのか、はいね、はい、そのトレーラーでショップをしたいのか、はい、あのタコライスっていうのは商材です。ですからフランチャイズをやろうと思えば、そ あの販売する商材だと思ってます。でその中で あのツールですね、それを広げていくためのツールがトレーラーハウスだと思ってます。あなた前仕事は何してたの？もともとはですね、2年前にですね、あのコンピューター関係のいわゆる企画をですね、あの自社で作って、自社であの展開していくための会社をですね、あの株主の方から投資いただきましてやっていきました。で今は？で今現在はあのフランチャイズのですね、コンサルタントのですね、まあ、お手伝いのような形をさせていただいてます。そのコンピューターから、はい、なんかフランチャイズのお手伝いになって、はい、タコライスにどうやってそうなってくるの？はいはい、何でトレーラーハウスに手を出したかといいますと、あの株主に対してのいわゆる責任です。いわゆるお金を返す、いわゆる投資に対していわゆる配当なりですね、実際にしなきゃいけないということから、お金になることということでトレーラーハウスに手を出したという経緯があります。普通ね、はい、投資する人っていうのは、はい、あなたがそのコンピューターの会社をやって、はい、それに対して投資してるわけですよね、はいはい、そうです。そうですよね、はい、でこれで投資できないから、はい、あの回収できないから、はい、今度はなんか他のことをやって、はい、リターンをちゃんとしないかんと、はい、どうも一番最初からね、はい、あなたの話っていうのは、はい、どうもね見えないところがあるね、はい、一番最初からだから念をしてるわけ、はい、っていうのは。今の会社の売り上げはどのぐらいあるの？今の会社ですか、うん、会社の売り上げは数十万です。実際に私自身が、あの私しかいないんですけども、今自体はですね、で私自身が今その実際にはそのフランチャイズのコンサル担当ですね。数十万って言ったらもう会社でもな、はい、もうやってないということだ、はい、無職。無職と一緒ですよ。じゃあ今どうやって生活してらっしゃるんですか？僕ですか？あの今あの、調停という形であの入っております。調停という形で？要は、自己破産ではなくて、任意整理と。ええ、もう一回で？はい、任意整理です。個人破産をしたわけ？いや、破産はしてません。じゃあ何？どういう？あの任意整理です。あの要は例えば会社、ね、あの自分で借りてるお金が400万ありまして、その400万を分割して払うという形でのあの任意整理です。その生活費はどっから出てるの？この生活費は今？私ですか？うん、私はですから、あの貯金っていうか貯蓄の中からも出てますし。あとはあの貯蓄の中からも出てる。貯金から借りる人が貯金があるわけないでしょ。貯蓄の中からも出てるっていうことは貯蓄以外からも出てるわけだ、実際には会社の資本の中から出てると。いやだからあなたの言ってることは嘘なんだよ、はい、だって今私の貯金の中からも出てると、そう言ったよね、はい、実際は会社から出てるって今言ったよね、はい、全然違うことじゃないですか。実際にあの私自身があのこうやってやっていく中でですね、当然その会社にもお金入れてますし、私自身がですね、20、30万と言ったじゃないですか今先ほど、はい、じゃあいくらの資本金ですか？はい、4000万です。その人が出したお金いくらですか？その方っていうのは何人かがいらっしゃるんですが、出社が出されたお金は、2800万です。あとの1200万は私です。でその4000万の資本金の株式会社なんですか？はい、うん、でそれ全部食い潰しちゃった。はい、はい、今お金いくら見た？私自身も会社もあなたの個人も今日現在、今日現在で100万ぐらいだと思います。どこに？会社に？銀行にです。会社のお金？はい、会社のお金、はい、あなたのお金は？僕自身のお金としては、数万だと思います。だって数万円のお金をね、はい、分からないっていうことがおかしいわ。100億あればね、101億か102億か分からんっていうのは分かる。数万円のお金がもう分からないこと自体がもう私に不思議だわ。会社に、会社の社長がね、会社の残高が動いてない会社でしょ、自分がやってるんでしょ帳面を。そうです。自分が帳面やってて、会社には今日現在345万5500円ありますと。これが分からんかったら社長でも何でもないわ。ほら、もう正直ほんまに食っちゃったって感じだよね、はい、うん、もうすぐ倒産するわけだ。そうですね、ね、間違いなくね、はいはい、で3800万投資していただいたんですよね、はい、その方たちには
どのように今あなた説明してるんですか。私自身は今現在に言っておりますのが、昨年の12月25日に株主総会やりまして申し上げたのは、実際にこの会社自体はもうどうしても立ち行かない状態になっていますと。ただしその中において今現在単純な話、極端な話、変な話言いますけど、うちの会社を使ってですね、いわゆる仕事をしたいという方が出てきているので、その方たちに対して話を しようとは思います。ただそれがうまくいかない場合には申し訳ありませんが、この状態でもう倒産しかありませんと、諦めてくださいと。ただその中で話しているのは、私自身は投資された皆さんに対してどんなことをしてでも何年かかるか分かりませんけれども、お返ししたいというような形の話はしています。この仕事はどこでやるの、誰がやるの、このトレーラーの仕事、どこを母体にしてやるの。できるんであれば私自身はその整理ということになれば代表にはなれないとするならば、誰かそのいわゆる先ほど言いました沖縄料理ですね、その彼にでも代表にでもなってもらってでもやってもらいたいと思ってます。でこれダメだったらどうします。ちょっと待って、これもダメだった、お金は誰に投資するの、誰に投資するのお金。とにかく一直線でギラギラしていると、それはまず絶対必要なことだと思うんですね。心を裸にしてくるやつでしょうね。その人から持ってるオーラパワーですね。時間がないからさ、僕は800万出したいんです、今の時点で、僕は沖縄の浦添村というところで生まれてる、から沖縄に愛着があるんですね、でこのタコライスというのが今見れば沖縄の会社が作ってる、でトレーラーハウスはもう15年前からやってるから、自分で作ることもできるし、業者さんに、今東大阪の業者さんに作ってもらうと、これも、うちオリジナルのものだよということで、フランチャイズの一つの仕掛けとしては特許を出したりしながらビジネスモデルを取りながら、仕組みとしてはできる自信があるんですね、だから何とかして出したいんだけど、一番最初にパッと見た時にあなたの場合はこのオーラがですねないんですよ。なんかこの辺にこう貧乏神がこう乗ってですね、肩が重たそうな、なんか映りそうなというようなムードがあるから、もう最初からも嫌だなと思ったんだけど、出したいんだけどなんかね、なんかもうこっちあっちってもう出したらその日にそのままサラ金に行って返済をしてみたいなようにしか見えないんですよ。そういうことではないわけですよ。私はこれに絶対携わりたいんです。というのが、必ず僕はこのビジネスに関してはおっしゃった通り、私がやらなかったら誰かがやって成功すると思います。ですからそれには携わりたいなとは思ってます。はい、どうもピグモンです。はじめまして。僕自身現在無料ブログを使うだけで安定して25万円近くを、ずっと稼ぎ続けることができています。詳細はですね、この動画の下に貼ってあるリンクから、メルマガに登録できますので、ぜひそこで無料でブログを使うだけで、お金を得る方法を学んでいただきたいと思います。翌月に3万円をゲットしたりですとか、難しい作業も一切ありません。そして、稼いでる証拠の動画もたくさん撮ってありますので、ぜひチェックしてくださいね。それでは失礼しました。